はい、皆さんこんにちは。今日も練習をやっていきたいと思います。今日も、同じくですね、ブルースバッキングを練習していきたいと思います。で、今日はですね、シャッフルですね、シャッフルリズムの、練習をやっていきたいと思います。難しくはないとは思うんですけども、まあ、ずっと弾き続けてるとやっぱり指がちょっとしんどくなってきたりするので、まあその、弾き続けるっていうのも大事かなと思いますので、その練習も含めてやっていきたいと思います。で、今日はキーが D ですね。で、同じくこのブルースギタージャムセッションの教則本、菊田俊さんの本を使っております。で、最初のとこですね、ミディアムシャッフル、まあ、ミディアムよりはちょっと私ゆっくり、する形です。テンポ80ですね。結構遅いです。まあ、エルモア・ジェームス風となっております。はい、それでは早速始めていきたいと思います。
います、まあ、今のはキー D の、シャッフルですね。シャッフルの、ミディアムシャッフルの、リズムになります。でテンポはだいぶ遅めで、80ですね。でやっておりました。で、次は、キー D E F G かなぐらいのキーまでをやっていきたいと思います。キー、まあまあ、できるとこまでですね。 A B C D か、まあちょっとその辺は考えながら、キーはやっていきたいと思います。それではまた、次回、同じテンポ、同じシャッフルですね、リズムの方でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。